電動自転車で倒れて、電信柱にあばらをぶつけて、そして救急車で病院に運ばれてきまして、はい、そんな感じであばら3本折れてました。そして内臓も出血しているので点滴をして止血をしてます。呼吸するのも痛い感じです。なんかついてないですね。今日から入院です。こんな感じになっちゃったので、しばらくちょっと YouTube は撮れないんですけど、すいません、しばらくお休みさせていただきます。はい、ではでは、また次に会う時は元気になってることを皆さん楽しみにしてください。それではご視聴ありがとうございました。